赤崎赤松島市 TV、よろしくお願いします。お願いします。極肉麺大使ということで、青森県八戸市です。遠征ですね。青森ございますね。八戸線の本八戸駅、元八戸ではございません、はいね、本八戸駅から、まあ、14分ぐらいあります。なるほど、はい。あのおでん北浦店の店長さんだった方がですね、はい、あの地元に、まあ、お店を作ろうっていう、ね、あーなるほど、おでんを退職されてこちらでお店を作ったという。行きたかったんですよ、めちゃめちゃ。あ、めちゃめちゃ行きたかった。めちゃくちゃ行きたかった。青森まで。大使というお店名ですけども、ドデンとちょっとマークもね、似てて。そうなんですよ。なるほど、ね。まあ、だから姉妹店的なことでもあるのかな。兄弟店か。ね。どうしたらどうですけども、基本メニューは、まあ、ラーメンか油そばしかありません。はい。で、50円トッピング、100円トッピング。限定なんかもたまにやるのかな、うん、うん。おそらく。うん。わかんないですけど、やるかもしれない。ね。今回は豚3枚とローストポーク3枚が入った極肉麺。まあ、これあの、枚数によって名前が違うんだけど。あ、そうなんだ。プラススペシャルなトッピングということで。何でしょう、ご覧いただきたい、はい。こちらです。極肉麺1080円、全部マシマシ。生卵と限定炙りチーズ、これは後ほど説明していきますが、火曜日限定の無料コールでして、お肉を炙ってくれる、あるいはチーズを50円、あ、いいね。火曜日限定、毎週やってくれるんだ。ただ、今回火曜日がお休みだったんで、水曜、その場合は水曜にやる、あ、なるほど、ことになってます。ありがたい、ということで見ていくんですが、うん、ちょっといただきますの前にですね、こちら、卓上バーナー。あー、なるほど。あー、いや、待って、これなんですよ。大丈夫ちょっとね、ティッシュはゴミ箱のところに火が、怖いすごいですよ、大、まあ、インパクトというか、ね、ビッグインパクト、ね、もう視覚的にすごいですよ。あー、で、側面も炙ってくれる、炙ってくれる。だお肉だけを炙ってくれるというコールもある。で、50円足せばチーズも足してくれるという。あー、なるほど、すごいな、これものすごい、これいいサービスですね。めっちゃ大変なの、これ。じゃあ、まあ、いっぱい頼んじゃうとね、すごい大変ですけども、早速そのローストポークからね、まあ、もったいぶらずにチーズが柔らかいうちにですね、これいきますよ。ちょっとさっきの衝撃がまだ残ってる。まだ残ってます。余韻がすごいということでね。うまいんですよ。ローストポーク自体だけでもすごいとろけてるんだけど、うん、チーズのとろけ具合と合わせた時のもうダックマッチといったらもう猪木馬場よ。もうあ、団体の垣根を越えてそうよ。あと新日と前日作る前だ全然前だ、ね、なるほどね。ローストポークはね、何もかも異なるギュチ豚、普通の豚の方ね、超弾力がすごいですね、一つのはね。あ、なんか確かにこっちの方がね、歯応えがありそうな。そうなんですよ、まあ、引き締まり感はドデンよりもちょっと強かった印象がございますね。さあ、そしてね、お野菜なんですけども、こちらもですね、あのドデンよりもシャキ加減がやや強いね。量としてはね、まあ、やっぱり藤丸の遠い親戚と言っても過言ではない。あ、そうなんですね。ところとしては量は少なめだったかなという。あ、はいはい、ね、やっぱ肉が多いですからね。いや、そうです、ね、その分肉で勝負してたんだね。さあ、そしてスープ見てくださいね、超絶乳化、ド乳化、いや、ド乳化ぐらい、ド乳化、ド乳化ぐらいです。まあ、豚の甘みが溶け出して非常に美味しい、はい、甘めなんですが、ここにちょっと生姜がね、あの入っているんじゃないかと、ちょっとピリッとした、癖のある食べやすそう感じになって、そう食べやすく、飲みやすいから、飲みやすくちょっとピリッとした味わいもあるよ、ね。さあ、そして麺ですよね、これやっぱね、縮れてんな、だいぶ、いや、だいぶ縮れてますね、うん、これぐらい縮れてて、平打ちで、まあ、太麺になると、どうなると思いますか。やっぱね、スープをものすごいなんか、はい、吸うとかですね。あ、そう、その通り、一気に口にスープを運んでくれるんですね。やっぱ絡んでね、やっぱ、いいんじゃないですかね。優秀麺で、優秀麺ね、ごわになってるけども、ごわ食感でゾバつきがいいということですね。ゾバつきがいい、あの豪快にすすれるっていうことね、うん。さあ、そしてニンニクなんだけども、青森県といえばニンニク生産量ナンバーワンです。そう、その中でもこちらのタコマツさんニンニク、ミヤムーニンニクさんというのを使ってるらしいです。ちょっとでもバカ強ニンニクということで強力なんだよね。そうなんですよ、ニンニクの量としては少ないんだけども、もう一粒一粒がもうすごいから、マシマシ度がやっぱり、いや、そうなんですよね。だ、店主さんがこの土地域ということで、あ、はいはい、恵まれた土地に生まれてしまったよね。ニンニク的に考えると羨ましい。僕もそこに生まれたかった。ニンニクの、ナンバーワンたかったよ。あ、ここで登場しました。出た。こちらのね、別皿油と生卵、まあ、今回は50円生卵足しますけど、はい、ちゃんとね、生卵の殻入れまで、あ、なるほどなるほど、割った後のね、汚さないというホスピタリティね、
やっぱこのね、ここにね、ガーリックパウダーなのガーリックをパウダーで、はい、いや、このこれがね、ガーリックパウダーがうまい。マジで。あ、そうなんだ。ガーリックパウダーがうまい。マジ。ニンニクの、ニンニクの粉。やっぱ、ですね、やっぱすごいね。もうニンニク推しでいきたい。で、さらに今、卓上開始なんだけども、これね、しょっぱレベルはとりあえずのところ 4.1。何のとりあえずか、ちょっと。もう 4.1 なんだけどね。うまいのよ、これしょっぱさというか。あ、なるほど。この開始自体が。なんかこう、飲んだ後に、後から、押し寄せてくる。ちょっと擬音が分かんなかった。旨味が文字にしにくい音を出しちゃったけども、乳化系でですね、甘みを帯びたスープにはですね、この味変はしゃぶしゃぶみたいにしてくるじゃん。その通り、返しにんにくすき焼きです。そうです、すき焼きでしたか、はい、すき焼きでした。しゃぶしゃぶじめなかった。しゃぶしゃぶでは片方ですからね。すき焼きスープ、すいません。すき焼きポークをいっちゃいましたが、さあ、そしてですね、詰め替えであるの黒胡椒。まあ、濃い返しにはですね、こういった黒胡椒合いますね、やっぱりね。さらにギュチ豚をこうコーティングしてるわけね。どんなコーティングしよう。コーティング、ね、これが何かというと、ハードコアギュチ。ギュチがもうハードコアな感じです。本当に楽しませてくれますよ、本当に。ローストポークは元からうまい。ギュチ豚は自分でうまさを作っても楽しいみたいな、ね。ラストはファイナルデフォということでね。ファイナルデフォ、普通でこう言ってもね。ラストぐらいは通常の最初のインパクトを思い出して食べる、ね、いやー惜しかったー。このようにわ、油の方全部飲んじゃいました、ね、すごいな、ほんとだ。ということでステータスでございますが、写真これ採用するんだ。あ、これ採用です。フォローのやつ採用で、ね、89.62 ということでね、96ってたるからたたき出しましたけども、でも極肉麺大使さんの、はい、大使なんだと思います。大使をいらけじゃないんですか。あ、もうでもそこしかないですねって思うじゃないですか。あとマグマ大使ぐらいしかない。マグマ大使の大使、はいはい、いやじゃなくて、ね、元大宮アルディージャの選手に、はい、塚本大使選手といったんですよ、昔。はいはい。今もう引退されて、ちょっと病気でね、サッカーできなくなっちゃって、引退されちゃったんですけど、あ、はい、塚本さん、まさかの僕の高校同じだったんですよ。高校が同じだった。高校が同じで、あ、はい、しかも二校上の先輩だったんです。あ、じゃあかぶってるね。かぶってんすよ。だから塚本さんどっかですれ違ってんのよ、高校の中で。まあ、すれ違ってる可能性はまああるよね。その方の名前を取って、うん、しかも元北浦の伝統、まあ、あの場所にもともとあったラーメンマルシェ北浦店で僕らの仕事が始まってますんで。あ、じゃあゆかりの深い、なんかそういろいろゆかりがあるな。あとニンニクの政治でしょ。いや、まあまあ青森の、いや、なんだろうなって。あ、じゃあ青森だけどもゆかりの深い、そうなんですよ、店だったんだ。だからもう塚本先輩だから極肉麺大使先輩なんですよ。いや、まあなるほどね。はい、先輩のお宅にお邪魔させてもらったみたいな感じですね。いや、まあそういうご飯まで出してもらっちゃってる。いや、払ったけどね。払ったけど、そこは当然だから。というね、いろいろなこうスペシャルも起きた極肉麺大使さん、皆さんも行ってみてほしい、はい、なるほど、ということを言いたかったです。青森まで、へい、行きましょう。ご存知です。はい。